ワンログインと AWS クライアント VPN が SAML 連携可能にということで、では宮沢さんお願いしていいですか。1ヶ月ぐらい前に多分小倉さんからこの記事の紹介があったと思うんですね。このクライアント VPN が SAML に対応しますよってこう書いてあるんですけど、もう当時はですね、この手順にも書いてある通りですね、オクタって言われる北米の会社の製品なんですけれども、そちらにしか実際対応できてなかったんですね。なので実際今回この小倉さんの紹介する手順もこのオクタでやっていて、今はっていう話だったんですが、後にですね、アマゾンの公式のドキュメントにアクティブディレクトリーとか今 ADFS ですねとかいろんなディレクトリーでも実際できますよっていうドキュメントが公開されました。ここですね。で、ID プロバイダーであれば何でも一応いけますよみたいな形で書いてあって、パラメータも書いてあります。オクタの例がここに書いてあるんですけれども、こうなっています。で、これに合わせてですね、ワンログインの方でも、正式に対応しまして、ちょっとリンクは多分概要欄とかに貼っていただこうかなと思うんですけれども、実際にですね、ワンログインと、AWS のクライアント VPN のSAML連携させることが、簡単にできるようになりました。管理画面に入って、検索すると AWS クライアント VPN っても実は出てくるように、なっていますので、もうこれが小倉さんが書いてくれたオクタの部分とほぼ手順同じで、設定して作って保存ってやると、クライアント VPN の手順でも同じだったんですけれども、IAM の IAM ロールを設定する際に SAML のメタデータが必要になるんですけれども、IAM ロールというか、ID プロバイダーですね、あるんですけれども、それが必要なのでそれを落とすのと、ワンログインが実際このクライアント VPN を誰に使わせるのかという設定をしますと。で、あとは、小倉さんの記事と同じで、IAM ロールを作っていって、クライアント VPN を、作っていくという形になります。で、実際に設定するとブラウザですが開いてワンログインの認証がこんな感じで画面に出てきて、ID とパスワード、ワンログイン側で多要素認証とかしていれば多要素認証をした上で、この下の画面ですね、接続完了しましたという画面が出てきて、クライアント VPN の接続が終わるという形になります。なので、今回ちょっと実は我々がワンログイン売ってることを結構知らない方は結構多くいらっしゃるので、ちょっとぜひサーバーワークスって会社はこうシングル採用のワンログインをこう売ってるんだよっていうことをちょっとぜひ認識いただきたいのと、今回ワンログインで我々紹介しておりますが、さっきも言った通り ADFS とか、他のこの ID プロバイダーの製品でも一応対応はできるようなので、もし皆様自身の会社でこう ID プロバイダーの契約とかしていれば、そちらでもちょっとお試しいただければ、より安全に使っていただけるようになるんじゃないかなと、というところです。ありがとうございます。結構早いなって思ったら、このクライアント VPN の話出てきたのって5月末とかだったんですね。そうですね、5月末に出てきて、うわすごいと思って、私ワンログインってできるじゃんと思ったら実は当日できなくてで、はい、ちょっとワンログインさんにも実は問い合わせさせていただいてて、なんとかできるようにならないですかって言ったら、できるようになっていたっていう感じでしたね。うちって IDP でワンログイン使ってるじゃないですか、はい、なんでワンログインなんですかとか、ここで聞いてもいいですか。ああ、これ非常にこう難しい質問ですね。あ、やっぱりそうですか。そういうとも、この記事に書いてあるオクタとかも類似の製品ではあるんですけれども、当時、実は私がワンログイン導入したんですね、この会社に。おお、はい。当時、やっぱオクタとこうワンログイン使っていたときに、もう単純に、どっちかというとできること、当時は、もうそれこそ7年ぐらい前なんですけれども、そんなにこう大きく差がないなという、基本的にシンプルにこうシングサイオンとかサムルとか、プロビジョニングといった機能とかがメインだったんで、そこに対してあんまその大きい差がなかったっていうのが一つと、インターフェースがワンログインすごい使いやすかったっていうのがあったので、管理者っていう点もそうなんですけども、実際我々で言うと従業員の皆さんですね、が使いやすい直感的なインターフェースだったっていうのがあったんで、当時はそれでワンログインを選んだっていう形ですね。なんで結構シンプルに使っていただけるかなと思いますね。なんかシンプルだし、割と綺麗な UI してるし、使いやすいですよね。そうです。じゃあこういうこと言うとあれですけど、今風の見た目にはなってるかなとは。はい、なるほど、確かに。普段その、なんだろうな、コンシューマー向けの普通のアプリケーション触ってる人間からすると違和感なく使えるのは、結構新卒で入った人とか、途中でチートで入られた方とか使いやすそうだなっていうのは見てて思いますね。はい、ありがとうございます。クライアント VPN の説明は大丈夫かな？
ど、一応ちらっとだけしておいていただいてもいいですか。基本的にはクライアント VPN っていうのも Amazon 側にですね、あ、絵がないかな、絵があればいいなと思ったんですけど、なかったらちょっと口頭になっちゃうんですけれども、あの Amazon 側の方に、 Amazon とか AWS の VPC 仮想ネットワークの方に、はい、VPN サーバー、一般的なところで言うとなんかソフトイーサーとかオープン VPN みたいなものが、まあ皆さん、あとルーターですね、あの VPN 受けるヤマハのルーターとかあると思うんですけど、それを Amazon の方でフルマネージドで用意してくれるようなサービスになっています。まあ、なので要は、一般的な VPN っていうとこうサイトトゥサイトでこう拠点と、まあ、AWS、まあ、拠点と拠点とかだったりをつないだりとかっていうのが多かったと思うんですけど、どっちかというとそうじゃなくて、クライアント VPN に関してはその Amazon に対してクライアントパソコンですね、あの Windows とか Mac とかからつなげられるような VPN をまあフルマネージドで提供できると。まあ、よくあるこの VPN サーバーのこう、あのフルマネージドなので、こう VPN サーバーのこう増強とかっていうのとかを、まあ、全部 Amazon の方で自動的にやってくれるので、あの、まあ、今こうやってリモートワークとかってなってしまっているときに、結構こう社内システムとか、例えば AWS 上にこう、まあ、よくあるのは会計システムとか業務システム持ってっていますと。その時にこう在宅になった時に、あとリモートアクセスさせたいっていう時に、このクライアント VPN みたいなのを使っていただくと、あの、まあ、在宅にいながらすぐ VPN をつないで社内システムにアクセスできるっていうのが、まあ、簡単に実現できるっていう、まあ、結構いいソリューションかなとは思いますね。なんかクライアント VPN のホワイトペーパーとかもうちで出してたりします？そうですね、あれ結構便利というか、まあ、私も実はあのその資料であのこの構築を実はしたんですけど、今あの加藤君がおっしゃってくれたようにあの探せばあの出てきますので、まあ、リンク貼っといていただいてもいいかな、あの、うん、それ見ていただくとあのクライアント VPN とりあえずこう使ってみようかなっていうのは簡単にできるかなとは思いま す, です、ね、ちょっとそちらのリンクも概要欄の方に貼っとこうかなと思います。いやでもサムルで連携できるのはやっぱいいですね。まあ、上司数の方だと特にやっぱすごい思うんですけど、やっぱもう今ほとんどこうSaaS にこうなっていってる、いるともう、まあ、全部サムルっていうのがある程度標準化されてきているので、そこに統合できるっていうのはまあかなりありがたいですよね。これで言うと、まあ、オクタも同じなんですけれども、まあ、ワンログインもあのワンログインの ID を消してしまえばもうその人はもう VPN につながらなくなるので、だからいちいち個別でアカウントを管理する必要がないっていうのはやっぱり美味しいとかなと思いますね。言い足りないことはないですか？大丈夫です伝え足りないことは大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ワンログインと AWS クライアント VPN はサムル連携できるようになりましたというアップデートです。